高橋幸宏、高橋幸宏、高橋幸宏、1952年6月6日隊は、日本のミュージシャンである。シンガーソングライターであると同時に、ドラマー、作詞家、作曲家、編曲家、音楽プロデューサーとして活動している。また、ファッションデザイナー、文筆家としての顔も持つ。立教中学校、現、立教池袋中学校、立教高等学校、 現、立教新座高等学校卒業、高校の3年後輩に佐野元春がいる。武蔵野美術大学中退。ソロデビューした1978年、昭和53年から1980年、昭和55年前半までは、高橋幸宏とカタカナ表記の名前を名乗っていた。高校在学中から、スタジオミュージシャンとして活動。サディスティック、ミカバンドや、 イエローマジックオーケストラ YMO のメンバーとしての活動が有名。その他、鈴木圭一と共に結成したビートニクス細野晴臣とのユニット、スケッチショーとしての活動をはじめ、様々なミュージシャンとのコラボレーションやプロデュースも手掛けている。山本洋二のパリコレ出展の際の音楽を担当したり、椎名誠監督の映画の音楽監督を務めたこともある。近年は、 自身の体調などの関係から披露される機会が少なくなったが本職はドラマーである。その厳格なまでに正確なリズムと少ない音数で多彩な表現を可能とする独特のタイトな演奏は特に YMO 世代のミュージシャンたちから高くリスペクトされている。音楽活動の他にこれまでにブラザー、バズブラザー、ブリックス、ブリックスモノ、ユキヒロ、 高橋コレクションといった自身のファッションブランドのデザイナーも務めている。1983年、昭和58年には、オールナイト日本のパーソナリティを務めた。その他、映画や CM への出演、エッセイの発表など、その活動は多岐にわたっている。映画、4月の魚では主演を務める。俳優の竹中直人と交流が深く、竹中直人の恋のバカンス。 デカメロンなどに出演した際には、シュールなコントに挑戦している。趣味は釣り。神経症の治療のために始めたものだが、以来すっかり夢中になってしまい、ラジオ番組で中継を行ったことすらある。釣り同好会、東京鶴亀フィッシングクラブ、旧、東京鶴亀磯釣り会の会長である。兄は、元ザ・フィンガーズで、音楽プロデューサー高橋信幸。姉は、 日本のファッション界における広報の第一人者である伊藤美恵。ファッションブランド、ソイのデザイナー伊藤総一郎は、伊藤美恵の息子、高橋の甥にあたる。また、近代文学研究者の高橋織は、いとこ。また、現在の妻は、ノンのモデルであった高橋清美。当時の芸名は、下井清美。2009年。 平成21年11月24日より、ツイッターを利用している。1952年、昭和27年、東京に生まれる。小学校5年生頃にはすでにドラムを叩いていたと、いう。立教中学校、現立教池袋中学校時代、同級生の東郷昭和と、ぶったずなる CC トイ、バンドを結成。主にパーティー等で活動していた後に、東郷は、 高橋の兄、信幸のプロデュースで、フォークグループ、バズとしてデビューする。高校在学中から、スタジオミュージシャンとして、活動を開始。1969年にフォークグループ、ガロの、バックバンドに加わる。しかし、学生街の喫茶店のヒット以後の歌謡曲路線に、合わず、小原綾と共に、ガロを脱退。武蔵野美術大学短期大学部生活デザイン。 学科在学中の1972年、昭和47年、加藤和彦の誘いを受け、脱退した角田博、現、角田博の後任として、サディスティック、ミカバンドに入り。ミカバンドは、海外、とりわけ、イギリスにおいて評価されている。1974年には、ロキシーミュージックの前衛ツアーにおいて、オープニングアクトを務めた。帰国後、解散。 ニカバンド解散後、サディスティックスを経て、1978年、昭和53年からは、ソロ活動を開始。そして同年、細野晴臣、坂本隆一と共に、イエローマジックオーケストラ、YMO 結成。1979年、昭和54年から1980年、昭和55年にかけて二度にわたる、ワールドツアーを観光した。YMO は、 世界的な大成功を収め、日本のみならず世界の音楽シーンに多大な影響を与えた。高橋の作曲としては、ライディーンが有名。結成当初、YMO のメンバーはボーカルを取らない、ゲストミュージシャンに任せるという意向を、細野は持っていたが、坂本の推盤で、高橋が中国女のボーカルを手掛けたことにより、ボーカリストとしての才能も発揮。 またファッションデザインの才も発揮して、衣装のデザインも手掛けていた。高橋は当時、自身のブランド、ブリックスや、ブリックスモノの,のデザイナーだった。YMO 結成前、当時の坂本隆一の存在な服装を見た高橋は、かっこいいのにもったいないと初対面の時に言ったそうである。1980年、昭和55年には、ポップザヒーロー 80S、ラジオ関東のパーソナリティを、 準レギュラーに、当時のマネージャー伊藤陽一と共に担当。ソロや YMO の活動の一方で、1981年、昭和56年には、鈴木圭一と共に、ザビトニックス、ビートニックスを結成し、活動を開始する。1982年、昭和57年、個人事務所、オフィスインテンツ用設立。1983年、 昭和58年4月より、オールナイト日本、日本放送のパーソナリティを担当。同年12月、YMO3 回、解散とともに放送終了。YMO3 回以降、ソロ活動を本格化させ、また、ビートニクスとしてもマイペースに活動。1989年、平成元年には、サディスティック、 ミカバンドが、霧島カレーを迎えて一時再結成。1992年、平成4年3月には、山本洋次、高橋信之、田中真一と共に、エージェントコンシピオを設立。翌1993年、平成5年には、録音スタジオ、漢字ピオスタジオと、レコードレーベル、カニピオレコーズを発足。同年2月、y m 再生、再結成を発表し、 東京ドームにてコンサートを行う。1997年、平成9年には、自らも漢字ピオレコーズに移籍したが、現在は、休眠状態である。2002年、平成14年からは、細野晴臣と共に、YMO 以来のユニット、スケッチショーを、結成、活動を開始する。二千四年、平成十六年には、スケッチショー、坂本隆一のユニット、 ヒューマン、ディオスポンジ、ハズとして、エレクトロニカイベント、ソナーに出演。2005年、平成17年には再び東芝 EMI、現、EMI Music Japan と契約。翌2006年、平成18年3月に7年ぶりのソロアルバム、ブルームーンブルーをリリース。スケッチショーで実践したエレクトロニカの手法を通過させた、新機軸のポップ路線を展開した。 アルバム発表後は、高野博高田さざ奈美、ゴン彦を主要メンバーに迎え、ライブハウスからロックフェスまで各地でライブを精力的にこなした。10月には、エビスガーデンホールで開催されたソナーへの出演を交えながら、新宿 ICC、仙台メディアテイク、東京都現代美術館の3カ所でミュージアムツアーと称したライブを行い、 インプロビゼーション中心のクオリティの高い演奏を披露、新たなる次への展開を伺わせた。また、同年、キリン・ラガー・ビールのテレビ CM との連動企画で、サディスティック、ミカ・バンドが、木村カエラをボーカルに迎えて2度目の再結成。10月にはアルバムをリリースした。同じく2007年には、同 CM の企画で、YMO が、これも2度目の再結成。 CM では、ライディーンのセルフカバー版、ライディーン79-07を披露し、同時にネット配信を開始。5月には、チャリティ団体、スマイルトゥギャザープロジェクト主催のライブに、ハズとして出演。また7月には、ライブアースに出演。ワールドハッピネスの主催。2008年、平成20年、新バンドプパを、原田智代、高野博高田さざなみ。 近藤智彦、堀江博久と共に結成。同年7月2日にアルバム、フローティングプパリリースした。2009年、平成21年3月11日には、オリジナルアルバムとしては22作目となる、ニューアルバム、ページバイページがリリース。小山田敬吾をサポートに迎え同年6月6日には3年ぶりのソロライブ、7月には自ら、 念願だったというフジロックフェスティバルに出演、10月にはフェス形式のライブハウス公演に登壇するど、単発的ながら充実のライブ活動を展開した。2010年、平成22年、プッパのセカンドアルバムをリリース。2012年、平成24年12月22日、東京、渋谷の文化村オーチャードホールにて、 高橋幸宏の歓歴を記念するライブ、高橋幸宏シックスティースアニバーサリーライブが開催された。2013年、平成25年9月12日、ユリーカ2013年10月臨時増刊号として、総特集、高橋幸宏が発売された。2014年、平成26年、新ユニット高橋幸宏メタファイブを、小山田慶吾、 砂原義則、東和定近藤智彦、レオ今イ井イと共に結成。同年7月27日にライブアルバム、テクノリサイタルリリースした。2015年、平成27年ラブサイケデリコのツアーに帯同。高橋幸宏メタファイブを、メタファイブというユニット名に改める。竹中直人、安田成美、高野博山下久美子、中原理恵。 シーナザ・ロケッツ、立花はじめ、ピンク・レディー、角・あさみ、スムーズ・ ACE、ノッコ、キ島カレン、トキオ、エビ、ス・サン、アーバン・ダンスなど。桜田純子、竹内・マリア、田原敏彦、高岡咲・サ朝香ゆい、小坂・和也、藤藤理氏、堀ち恵美、ピエール・バルー、高井・マミコ、杉本・アヤ、サンディサンセツ、宮本子・ノリコ、ゲ美ミ 伊藤司、ザベンチャーズ、富田ラボ、安田成美など、提供作品多数。まず、山下達郎、荒井由美、矢沢英吉、大田博美、キャンディーズ、浅野優子、山口桃江、桑名正弘、草刈正夫、岩崎博美、オフコース、泉谷茂、加藤和彦、矢野明子、大抜太子、矢上純子、ビル・ネルソン、アグネスちゃん、堀千恵美、 海援隊、木杉隆、尾、浜田翔吾、南義高、鈴木茂、ブレッドバター、在年グリフィ、ゴー美、松井津根松、帝都は、東京スカパラダイスオーケストラ、エポ、山本達彦、渡辺和美、高中正義、薬島丸悦子、小林武史、小倉圭、渡辺三里、ムーンダイガーズ、ラブサイケデリコ、セニョールココナッツなど、 多数の作品に参加、ドラムをはじめ、キーボード、コーラスなど。山本陽次のパリコレクション出展用の音楽を、制作、椎名誠監督映画、楽の冒険では、音楽監督を務めた。カシオのリズムマシン、RZ-1 に内蔵されたドラム音の監修を行った。他、多数、5、おさむき。